リチャード・オースティン・フリーマン盗まれた金塊今お伺いしてはお邪魔じゃありませんかとヘルソープ氏が訪ねたい,いえどういたしまして私にとっては仕事が慰みなんですからねあなたが来てくださったのは招待した人が来たような気がするんですよ さあどうぞまあ椅子をずっと火の方へ寄せてタバコでも吸いながらそのお話というのを聞かしてくださいませんかとソーンダイクが言ったヘルソープ氏はカラカラと打ち笑いながら両足のつま先をいろりの縁にかけ箱の中から葉巻を一本つまみ出して訪問の用紙を話し始めた「なくなったものを探し出すのがあなたのご商売というわけでもないのですから」 こんなことをご相談に上がるのもどうかと考えたのですが実は困ったことには私の会社で今度4000ポンドばかりの金を出さなくちゃならないような羽目になりましたね重役たち一同気をもんでいる次第なんですまあ聞いてください詳しい話はこうなんです2ヶ月ばかり前のことなんですが アクロポング細菌会社が有名なミントンという宝石商に棒になった金塊を送ることになりましたのでアクロポング会社のロンドンの支店が私の会社すなわちスフィンクス保険会社にその金塊の保険を申し込んだのですよ金塊はアクラから船に積んでミントン商会の工場に近いベルヘブンの港に荷上げするという話でした それで私の会社もとうとう契約を承諾してしまったのですそこでその金塊をアクラからラバディという船に乗せてベルヘブンに向けそこでミントン商会の人に渡しましたここまでは無事だったんですところがそれから大変なことが出退したのですというのは金塊を入れた箱は ミントント商会の工場にあるマンチェスターに向けて汽車で運ぶことになりましたその汽車はマンチェスターにまっすぐに行かずに途中クラウチ川のそばのガープリッジの小さい停車場で乗り換えることになっていたのですダーモンデから金塊を入れた箱をその停車場に下ろしマンチェスター行きの汽車を待つ間駅長室に置いて 鍵をしといたのですちょうどその時駅長が忙しかったものですから記者が出る時まで留守にして記者が出る前に大急ぎで帰ってきましたそれでも幸いにも間に合ったので駅長が自分で監督してその箱を駅長室から番人のいる滑車に積み込み確かにその番人に渡したのです それからはもう何事もうこりません。マンチェスターの停車場には、紹介からちゃんと車を持った人が回してありましたのですぐその車に積んで工場に運んだわけです。ところが、いよいよ工場に持っていって箱の蓋を開けてみると、中には金塊はなくて、円管がいっぱいに入っていたのです。 あまり珍しい事件でもありませんねとソーンダ大工が言った珍しい事件ではありませんしかし実に上手なやり方です付箋と貼り紙には何の異常もありませんがただ風楼だけが無印の風楼になっていましたすり替えられたのは確かに駅長室です 扉だけは厳重に閉めていたのですが庭に向かった窓に鍵がかかっていなかったそうですよでそれはいつのことですソーンダイクが訪ねた一昨日のことです私たちの方に通知があったのは昨日の朝でした私が考えたところではどうもこれは とソーンダイクが言ったその金塊がどんな箱に入っていていつベルヘブンから汽車に積み込まれるかということをちゃんと知った男が前々から計画してやった窃盗らしいですこれから判断しても犯人はその盗んだ箱の処置についても同様精細な計画をしていたに違いないでしょう時に、 川からどのくらいい離れています川からは半マイルも離れていませんがそれがみんな沼地になっています警部のパジャーさんをご存知ですかあの人もあなたと同じことをお尋ねになりましたよそうでしょうあんな重い荷物は丘を運ぶより船に乗せた方が軽くもあるし人目にも立たないのです 実際川の上だといつでも隠せますからねあんな箱は小さい船でもボートでも乗せることができます箱の中から金塊だけ抜き出して足荷の中に隠すことができればまさかの場合にはドブンと川の中に投げ込んで後から探しに来ることもできるのですまあそんなわけではや警察の方でも捜索の手を伸ばし 万事は警部のパジャーさんが責任を負ってくだすったのですがしかし私の会社の重役の方ではあなたにお願いしたら一層安心できるというのでそれでご相談に参ったような次第ですじゃあとにかくお引き受けいたしましょうもっとも成功するかどうかは受け合えませんがね汽船会社とミントン商会に紹介状を書いてくださいませんか 承知しましまたこれから早速書きましょうしかしご注意までに申し上げておきますがあの箱は船から降ろした後紹介に届く前に紛失したのですから汽船会社にもミントン紹介にも直接関係はないのですよところがですねこれは前々から計画されていた窃盗で犯人は事情をよく知っていたのです どうして知っていたかといえばそれは汽船会社からかミントン商会からかどっちからか近海のことを聞いていたものに違いないのですそれはそうですねよろしゅうございますじゃあ紹介状を書きましょうそう言ってヘルソープは両方の会社にソーンダイク博士のために便利を図ってくれるようにと2つの紹介状を書いて 忙しそうにいとまを告げて帰っていったヘルソープが帰るとソーン大イが私の方に向いて「ちょっと面白い事件だがこれは僕の方の縄張りじゃない警察の縄張りで根気強い最新な捜査を要する仕事だが一つ現場に臨んで調べてみよう」どこから始めるつもりだねと私は尋ねた。 ベルヘブンから始めることにしよう。2人で明日の朝ベルヘブンまで行きそこで捜査の糸口を何かつかむことにしよう君にも大抵想像ができると思うがこの事件には二さんの心当たりがある問題はその心当たりの中の果たしていずれが確実であるかという点にある僕は面倒な捜査に取りかかる前にまずこの点をはっきりさせておきたいと思う 翌朝私たちがベルヘブンの停車場に降りるとソーンダイクが言った何はともあれまず税関に行ってみよう税関に行ってその箱をミントン召喚員に渡した時には果たして箱の中に確実に金塊が入っていたかどうかを確かめよう調査にはいい加減の水量は禁物だ2人が税関に行くと親切らしい役人が迎えたが 彼はソーン大工が金塊の箱のことについて伺いたいというとすぐ万事を了解して行為を示したはあ、はああなたはあの箱が税関に来た時に箱の中に金塊が入っていたかどうかを確実にしたいとおっしゃるのですねわかりましたじゃあ書類をご覧に入れることにいたしましょう 元来金塊というものは税関で税を取るべきものじゃないのですがね検査して報告だけはしなくちゃならないのですこれがもし大英銀行や造幣局に当てて送る場合だったら封を切らないままでいいのですしかし今度の場合は何分個人の紹介当てですから封を切って内部を一応検査するのが規則になっているんです おい、ゼフソン君。ラバディという船からあげた金塊の書類をこの方に見せてあげてくれたまえ。その箱を開けて検査した方に直接お目にかかってお話ししたいのですが、いかがでしょうソーンダイクが訪ねた。承知しました。ゼフソン君、この方に書類をご覧に入れてしまったら、書類に署名した人を紹介してあげてくれたまえ。 私たちはゼフソン氏に従って臨室に行った氏は一冊の帳簿を取って総音大工に渡した金塊の箱について制裁に記入してある積載目録だ。それによると外部から測って長さが13インチ幅が12インチ深さが9インチの箱で総体の重量が117ポンド3オンス その中に総量113ポンドニオンスの金塊が4本の棒にして入れてあったとあるソーン大工は調べ終わって帳簿を返しながらどうもありがとうございましたそれからこの帳簿に署名したバイアンという方にちょっと会わせてくださいませんか詳しいことをお伺いしたいと思いますからじゃあ私についておいでなさい たぶん鳩場にいると思いますから一緒に探しに行ってみましょう2二人はゼフソン氏の後について空箱籠樽などのとこ所構わず乱雑に散らばる鳩場に出た山のように積み重ねたマデイラの酒樽に囲まれながら1人の管理がしきりにその重量を測っているこれも関税理の仕事の一つだゼフソン氏は その管理をバイアン氏と二人に紹介してすぐその場を外した魔法ガニ色の顔をしたバイアン氏は鋭い眼差しで私たちを振り向いた紛失した金塊はあなたがおはかりになったのでしょうねソーンイクが訪ねたええー、そうです一本ずつ別々におはかりになりましたかいいえ どんな形をしていました。格好や大きさはどうでした？やっぱり普通の金塊の通りでしたか？普通の金塊がどんなものか知りませんが、あれは長さがおよそ9 in 幅が4 in に厚さが2インチばかりの金塊でした。箱の中には詰め物がたくさん入っていましたか？いいえ。 金塊はカンバスに包んで箱に入れただけですが、カンバスの厚さは半インチもなかったと思います。箱は1インチぐらいな厚さで、周囲に鉄の帯がしてありました。で、あなたは、検査が済んだとき封をなさいましたか注まいした。私が仲間のものに渡したときには、 何の異常もなかったのです。仲間のものはすぐそれをミントン商会から受け取りに来た人に渡していました。ですから、はとばでは何事もなかったのです。ああ、そうですか。それだけお伺いしたらたくさんです。と言って、ソーンダイクは手帳をポケットに収め、バイアン氏に礼を言った後、 商品が散乱したはと場を帰り出した彼は私に向いて第一に税関を訪ねてよかった君にも分かったと思うが有益な事実を知るを得たミントン召喚員の手に渡すまでは箱に何の異常もなかったという事実を知り得たんだねだから今度カーブリッジでは確実な基礎の上に立って調査を進めることができる この地で君が知りたいと思ったのはこれだけだろういやとソーン大工が否定したまだ一つ二つ調べておきたいことがあるこれから汽船会社の代理店に行ってできるだけのことを調べることにしようそうか僕にはここでこれ以上調査することはないように思われるが君が言うなら行ってみることにしよう代理店の支配人は りら私たちを頭からつま先までじろじろ見つめてい愛想に言った東南にあった近海の調査においでになったのだそうですがここで起こったことじゃないのですからカーブリッジの方に行ってお調べになったらどうですそりゃそうですとソーンダイクが言ったしかし私はただ予備的の調査がしたいだけなんです 第一にお尋ねしたいのですが積載証明書は誰が持っています本物は船長が持っていますが写しは私の手元にもあります拝見させていただけますか支配人はファイルからその写しを取ってソーンダイクに渡し毛源らしい顔つきで見入ったソーンダイクは渡された書類の荷物の記事を手帳に書き取った やがて孫大工は書類を返しながら「罪に目録の写しもあなたのお手元にあるんでしょうね」と尋ねたあることにはありますがね罪に目録に記載してあるものはみんな積載証明書から写し取ったものばかりですよ結構ですもしご面倒でなかったらそれをちょっと拝見させてくださいませんか支配人は 次の部屋から膨大な帳簿を抱えてきて、脇のテーブルの上にどさっと置いた。これがお尋ねの金塊の積載目録です。他の部分は関係のない荷物ですから、あなたのご用はあるまいと思います。けれども総音大工は支配人の言葉にはお構いなしに、金塊の記録を調べ終わると、ページを返して次の項目を目ざとく、しかも秩序立てて調べ出した。 そばから見ていた支配人はいまいましそうに「全部ご覧になることはお断りいたしましょう」「芸術は長く人生は短しということがありますからね」と苦笑した彼はソーンダイクが何やら手帳に写し取るのをそばからもどかしそうな顔をして不遠慮にのぞき込み不平らしくそんなものが金塊と何の関係があるんです それはまだ船に積んだままですよするとソーンダイクは相変わらず指先を上から下へ走らして忙しそうに調べながら「そうでしょうロンドンが手になっていますからね」と言ったゴム樹脂の袋から石英の見本を入れた箱6インチの真鍮の螺旋棒を入れた箱ベニシードの袋コーラの身の袋と滑っていく彼の指先を 支配人は怒ったオウムのようにブツブツこぼしながら見守っていたけれども騒音ダイクは平気なもの落ち着き払って容器や内容物の記録相対および賞味の重量傘差出人や受取人の名積み出した港や陸揚げする港の名その他ほとんど全部にわたって最大漏らさず手帳に書き取った やがてソーンダイクがてを閉じた。手帳をポケットにしまうと支配人が行さんらしくため息をついて「それでいいですかどうです船をご覧になっちゃう」と皮肉な目つきをするもう船を見せていただく必要はなかろうと思いますしかし場合によったら見たいと思いますから名刺だけいただいておきましょうか。 支配人は府省部署に名刺を渡したソーンダイクと私は厚く礼を言って停車場の方に歩みを向けた君は随分いろいろなことを調べたようだが僕が見たところでは大して手がかりになりそうなものはなかったらしいねソーンダイクは叱責するような眼差しできっと私を振り返り「ジャービス君君ののんきさ加減には呆れてしまうね」 どうして手がかりがないどころか手がかりがまともに僕らを見つめているじゃないか。手がかりどんな手がかりだと少々じれったくなって私は尋ねた。この窃盗を探索すべき手がかりだよ。まあ、記者に乗ったから僕が写した材料を分解してみたまえ。きっと面白い事実が目につくから。僕はそうは思わない。 しかし君は無駄な骨を折って言わしないかヘルソープ氏はただあの金塊を回復することを望んでいるだけで何も盗まれた手順を知りたがっているんじゃないよ無論さようだ。いつもながら君の強権な常識には恐れ入る。しかしだね、盗まれた手順をはっきりさすということは非常に有益なことなんだ。うわ、記者が来た。早く行こう。 けたたましい音を立てて汽車が停車場に着くと、二人は人気のない喫煙室に入り、罪の方に向き合って腰を下ろしてタバコに火をつけた。私が騒音大工から手帳を受け取って、一見近海の事件と何らの関係もないらしい催目を見入っていると、そばから騒音大工が意味ありげな微笑を浮かべて眺めている。私は、 まともに見つめている手がかりを読もうとして繰り返し繰り返し目を通したが疑惑は次第に増すばかりだったとうとう私は乱暴にピタリと手帳を閉じて彼に返し「だめだよ僕には何が何やらさっぱりわからない」「わからなきゃわからんでもいいことだそれより目の前に実際的の難問題が控えているさあカーブリッジ停車場に着いた」 プラットホームにはお馴染みの友達が立っているぞ記者が静かに停車場に止まるとなるほどプラットホームに犯罪捜査部の警部パジャー氏がつくねんと立っているパジャーくんなんかいなくったっていいがね私が言ったそうだともしかし一緒に働いた方がいいソーンダイクは 記者から降りる二人をいつになく陰銀な態度で迎えるパジャーに向いて「いややこんにちは」と挨拶した「いやどうせここで会えるだろうとは思っていたんですがヘルソープ氏があなたに相談を持ちかけたと言っていたから」しかしどうしたんですこれはロンドンからの記者じゃないのに何今ベルヘブンまで行ってきたのさ おかあげしたときには金塊に異常がなかったかどうか調べにそのことなら僕が2日前に調べてあったんですとパジャーが言った僕はこの事件が起こるとすぐ税関に行って調べてみたんですそれまでは確かだがそれから先がちょっとやっかいなんでまだ何の手がかりもないのかね だいていけんとうはつきましたがねえ。どろぼうがえきちょうしつのまどからはいってかっぱらってにげたらしいんです。あのよふたりのおとこがちょうどきんかいのはことおなじおおきさのはこをもってぬまのほうにあるいていたのをみたものがあるのです。ところがそれからさきはまっくらで。 まるで空気の中に消えてしまったような話です。むろん我々の方でも手配りをして各方面を捜索してはいます。僕も平服を着た巡査を連れてここに陣取っているようなわけで、僕は犯人は確かにまだこの辺をうろついているとにらんでいるのです。警部の話に耳傾けながら、 一は静かにに川向向うの村の村方に歩みを向けた。橋の上に差し掛かると孫大工がふと立ち止まって川や広大な沼地の広がりを眺めながら「これは近海の窃盗には理想的な場所だこんなに海に近くて潮が差したり引いたりする川がある上にそれが網の目のように分かれているんだから」。 ボートを隠したり商品を沈めたりするにはすこぶる都合よくできている君は近頃この辺にうさんな船が来たかどうか聞かなかったかいあそこにリーから来た古びた小型の船がいますがねでも乗っている二人の男はリーのものじゃないです下手なことをやったものだから潮が出てくる最中に砂津の上へ乗り上げて あそこに泊まったまま次の使用が差してくるのを待っているんです。僕も一応あの船まで行って検査してみたが、何も隠しちゃいません。船の底に詰めてるものをすっかり出させてみたんですがね。あそこの帆船は？あれは普通の紹介人の船です。 船長とその息子の二人しか乗っていないがどっちも立ちの良さそうな男でこの土地のものですあのボートへ乗っている二人がそうですこの潮で乗り出すつもりでしょうあの船の方に行き出したぞ言いながら警部はポケットから石眼鏡を取り出してボートの行方をじっと見守った この時、1人の年を取った漁師が橋の上を通りかかったが彼らも同じく立ち止まってボートを眺めたボートが砂津に乗り上げた船のそばに行くとボートの男の1人が何やらわめいたとその船の中から2人の男が姿を現してひらりとボートに飛び移ったと思うとボートは矢のように半線を刺して走り出したやがてボートがピタリと半線に着くと 2人の男はまっすぐ帆船に乗り移った望遠鏡で眺めていた漁師が「うお向こうの船のやつがビルの船に乗ったぞあの船で働いていやがるんだね」と言ったなるほど2人の男は帆船に乗り移るとすぐウィンドラスに取りかかりほかの2人の反戦の乗組員はブレイルをほどいてドラップラーを帆に張り始めた 出版だ。しかし何もつみ込んだ形跡はない。赤眼鏡を目に当てたままパジャーが言った。あの反戦も検査したんだろうね。ソーンダイクが尋ねた。しましたとも。何も異常はなかったのです。怒りを上げさせて調べたかいそこまでは調べなかったんですが。 今怒りをあげだしたからよく見ましょうやがてウィンドラスのポールのきしる音がガタガタやかましく水面に響いたプリズム式の石眼鏡でのぞいてみると2人の男が一生懸命クランクに取りすがっているまもなくポールのきしる音が穏やかになった本を張り終わった2人の乗組員もウィンドラスのところに来て力を合わしたが 怒りは容易に上がりそうにないバカにでかい怒りらしいな橋の上の漁師の一人が言ったあ、あ、長い間止まっていたので鎖がもつれているんだろうと他の一人が相づちを打ったソーンダイクが石眼鏡で眺めながら小さい声でささやいたバジェア君怒りを注意していたまえ。 もう川の底かのら離れている。離れて宙ぶらりになったまま船に引きずられているんだやがて静かに怒りの首と勘が水面に現れたすると怒りの鎖に別に小さい薬が緩やかに結びつけてあってその先が怒りの首の穴に通っているのが見えたパジャーもそれを認めたらしく うおうと頓峡な声を出したついでウィンドラスを23度回すと水面に怒りの足が現れ同時にそれと触れ合いながらしっかり鎖に結びつけられた疑うべくもない木製の箱が現れたパジャーは早口に何事か罵りながらそばの漁師のほうに振り向いて荒々しい声で「おいボートを出してくれ!」 おいそぎだとどなる年老いた漁師はぶあいそうな顔でパジャーを見ながら「出してあげてもいいです」「おれはけいさつかんだがねちょっとあの反戦に用があるんだ金はどっさりはらってやるよさあどこだどこだボートは」「おいつけたらあの船へあげてあげますがね」 何しろどんどん向こうに行ってるんですから追いつけるかどうかわかりませんよそれにあの船の甲板じゃ何か変なことが起こっているらしいと漁師は声をかえて付け加えた事実私が見たところでも甲板の上で変なことが起こりつつあったやっとのことで甲板に箱をあげ終わると 二人の乗組員と二人の乗客との間に喧嘩が始まり次第にそれが猛烈な度を加えてついには格闘の段取りとなったけれども帆船は船足早く川を下りその上穂が右に傾いたり左に傾いたりして隠すので甲板の騒動はよく見えないが急に穂の向きが変わって一人の男がホイールに姿を現したと見ると たちまちま船が方角を変え微風に帆をはらませながら船は道しおを切って見る間に下へ下へと小さくなったその間に漁夫はボートのあるところへ走り警部は橋のそばに立ってじれったそうに手を振り声を枯らしながら狂気のようになってわめいたり警笛を吹き鳴らしたり孫ダイクは相変わらず黙り込んでしきりに眼鏡を片手に 遥か遠のきゆく反戦を目で追っている私は彼のすまし込んだ態度に少々驚きながら「おい君どうしたもんだろう?」と尋ねたするとソ音大工は「今にパジャー君があれを追っかけていくだろうたぶん追っつけないだろうとは思うがしかし追っつけないにしてもとにかく川口まで行く間に彼らの上陸を阻止することはできる」 川口まで行く間には他の巡査のエンジェも加わるからこうなりゃもう大丈夫パジャー君のものだよ君も一緒に行くつもり僕は行くまい行ったらどうしても酔っ払て帰れないが僕は明日の朝は家にいなくちゃならないそれに追っかけるなんてことは僕らの仕事じゃないからねしかし君パジャー君と一緒に行きたいのなら行ったらいいじゃないか 僕は残って調査に取りかかるからよし僕は君の迷惑になりさえせねばどんなことがあっても行ってみたいしかしあいつらが箱を持ったままうまく逃げうせないとも限らないねそりゃそうだと孫大工が言っただから君が行ってどこでどういうふうに逃げ寄せるか注意してみていろと言うんだそうだ君 パジャー君と一緒に追っかけてきた前そしてよく注意して見ていた前この時パジャーは平服を着た二人の警官を伴ってきた彼らは今まで配置された場所にいたが警笛を聞いて集まったのだ同時に二人の漁師がボートを橋の下の石段にこぎつけた警部は尋ねるような目つきで私たちを見ながらどうです 君らもう行ってみませんかと言ったジャービス君が一緒に行くそうだとソーンダイクが答えた僕はこれからロンドンに帰らなくっちゃならないしかし僕が乗らなくても君だけでボートのいい加減な荷になるよ私は船尾に座を締めたボートは岸を離れ橋の下をくぐり川下に向かって急ぎ出した 村は次第に後ろに遠のき間もなく家も橋も小さく見えだすそして長い間はるか沼地の水平線の上へ横たわって見えた3マイルも走った半線はボートの前方に時々しか見えないしかも見えるたびに次第に前よりも一層小さくなっていく川幅が広くなると我々のボートにマストを立てて帆を張った そして一人は風上でオールをこぎ一人は後ろでかじを取ったこれでかなり速力が速くなったもののそれでも反戦はだんだん遠くなるばかりだやがてかじを取っていた男が立ち上がってじっと瞳を凝らしながらほとんど1分間も前方を見つめていたがやがて警部の方を向いて「んだ、あいつらはこの船をまこうとしていますぜ」 と、確信のある口ぶりで言ったまだ走っているかいパジャーが尋ねたええ中州の霜を折れて今深い流れの方に行きだしたようですがあそこを折れたらもう見えなくなってしまいますよあいつらが折れたら僕らもそっちへ行きさえすればいいじゃないかパジャーが言った ところがです。と、漁夫が説明する。今、ちょうど潮が引いているところだから、その勢いで、あの船はワイテーカーの流れを抜け、砂津の上を乗り越えてロンドンの方に向きを変えることができますが、私たちのボートは、ワイテーカーに差し掛かる頃には、向こうから潮が差してくるから、通り抜けるにちょいと骨が折れますよ。 やっとのことで通り抜けてみると向こうの船はもう何マイルか先へ逃げている頃です警部はブツブツ演じ出した自分で自分をバカとさえ罵ったけれども罵って何になろう漁夫の恐ろしい予告は刻一刻と実現されてくるボートがワイテーカー近くに差し掛かった時には 向こうの帆船は最後の引き潮に乗って砂津を越えているところいよいよボートがワイテイカーの流れに入るとちょうど潮が差し出してその勢いは刻々に増してくる帆船はと見るともう川口を出て約6マイルの速力で滑らかな海上を西に向かって走っているやがて私たちのボートも砂津に差し掛かった 疲労しきった漁夫がオール持つ手をしばし休めているとちょうど夕日が沈んで帆船の姿はかき消すように西の水平線に見えなくなった金になるので追っかけはしたがとうとう逃げてしまいやがったどうしたもんでしょう旦那パジャーはまた川を登って途中でデックはした船に援助を求めるよりほかはないと言った 彼はすっかりしょげ込んでいたけれども運命に見放されて失敗が目の前に差し迫った時に天の助けが現れたイーストスインの方から向かってくる一隻の小助機が何を持ったか私たちのボートに用があるように急に進路を変えてこっちに向かってきだしたさっき口を聞いた漁夫がひとしきりそれを眺めていたが急にポンと膝をたたいた。 助かりましたよ。旦那が言われる通りだ。あれは税関の監視です。たちまち漁夫たちは力を合わせて古城記の方に向かって漕ぎ出したパジャーは猛牛のような声を張り上げてどなった数分間の後にボートは古城記のそばに着いた税関の管理たちは簡単な説明ですべてを了解し援助を訳した私たちはみんな甲板によじ登り ボートは縄で船尾に結びつけた。やがてヨットのような形をした軽快な小助機は機関室のベルの音を勇ましく波を蹴って進み始めた汽船が進み出すと税関の管理が「その半船というのはどんな船なんだね」と尋ねた「小さい半船ですよ」と年を取った方の漁夫が答えた。 便器がひどくはげていてホイールがあって船尾の緑色の横木にブルーベルモルドンと黄色く書いてあります多分北の岸に沿って走ってるでしょう聞き終わった役人はまだ明るいにもかかわらず夜間用の石眼鏡を取り出して西の水平線を眺めていたがあそこの砂津の部位がある辺に反線が見える君 ちょっと見てみたまえと言って漁夫に石眼鏡を渡した漁夫はしばらくじっと石眼鏡をのいていたがやがて役人の言葉に同意するように「多分サウスエンドカリーの方面に行くでしょうきっとベンフリートの岸につけますよあそこは静かなちょっといいところです」と付け加えた 今度は全ての点において戦国の苦い経験の反対であった汽船は次第に反戦に近づき近づくに従ってはっきり見えだしついには数百ヤードの距離まで近寄り赤眼鏡でブルーベルという船の名まで読まれるほどになったパジャーは泣かんばかりに喜んだ役人もうれしそうにニコニコしだした水夫たちは来たるべき格闘の準備に帯皮を締めた 兵服の警官たた。ちは密かに手錠をさすったやがて税関の監視船は反戦のすぐ横まで来た反戦の2人はまだ気づかない監視船がぴったり反戦に近づいた1人が鉄の鍵で向こうの船の帆柱の縄に引っ掛けると2人の税関管理と平服の警官とパジャーはすかさず反戦の甲板めがけて飛び込んだ 初めには反船の2人も手向かう様子を見せたが何分多勢に無勢だ一瞬間の格闘の末2人とも手錠をはめられ監視船に移され船首層に打ち込まれ厳重に監視される身となった次に監視船の船長2人の漁夫それから私の4人が反戦に乗り移ってパジャーに従ってハッチを下り船室に降りてきた パジャーの懐中電灯に照らし出された戸棚のような小さい船室の光景はすこぶる驚くべきものだった2つの箱の上に2人の男が1人ずつ針金で仰向けに縛りつけられ顔は靴下で覆われそばの三角形の小さい固定テーブルの上には鉄の輪をはめた箱が置いてある私は話に聞いていた様子を総合して すぐそれが金塊を入れた箱だことを知った帆船の船長とその息子の縄を解いて助けてやるには1分間もかからなかった2人とも無事だった私たちは彼らを監視船に移して休息させた大切な財宝の入った箱は勝ち誇った2人のたくましい水夫が細いはしごの上へ運んで監視船に移した「やれやれ」 計部はハンケチで額の汗をぬぐいながら「これでやっと安心した」あの時には箱も犯人も取り逃がしてしまったと思っていたジャービス君どうするね君はこの船はすぐロンドンの税関に帰るから僕は船に乗ったまま帰るつもりだがもし君は早く帰りたいならサウスエンドから上陸してもいいよ。 私は彼の説に従ってパジャーから警視庁に宛てた電報を持ってサウスエンドに上陸したところが幸いロンドン行きの休行があったのでまだ夜が明けないうちにフレンチャーチストリートに着くことができた部屋に入ると暖炉のそばに腰掛けてソーンダイクが静かに事実要領書を研究していた彼は私が部屋に入ると要領書を脇に置いて立ち上がり 案外早かったじゃないか。どうだったうまくいったかい船に追いつけたかねと尋ねた。追いついたよ。犯人も捕らえるし、金塊も手に入れた。しかしもう少しのところで、両方とも危うく取り逃がすところだったよ。それから私は当時の模様を詳しく話して聞かした。 ソーンダイクはその一句一句に多大の興味を持って耳を傾けていた税関の監視船に出っ加わすなんて全く運がよかったねと聞き終わったソーンダイクが言ったしかしありがたいことだこれで事件がよっぽど簡単になってくれる簡単になる何もうすっかり片づいたのだよ盗まれたものは取り戻す 犯人は二人とも逮捕する。これも大部分パジャー君の手柄だ。ソーンダイクは意味やりげな微笑を見せて。あの先生の手柄にしておくさ。と言ってちょっと考え。明日の朝になったら、警視庁に行って確かめることにしよう。もし箱が積載証明書に書いてある通りだったら、その時初めて、 君が言ったたように片付いたのだ。私たちが警視庁にミラー警視を訪ねたのは翌日の午前11時過ぎだったいつも機嫌のいいミラーは私たちが部屋に入ると机から顔を起こしてカラカラ笑いながら「オら見たまえパジャーくん」と狐のような微笑を浮かべてパジャー警部の方に向かい ソーンダイク博士は自分の目で確かめるまではとても承知しない人だねえソーンダイク君。それでやってきたんだろうそうさむろん形式的ではあるが君の方で面倒でなかったらいいともいいともおいパジャくん博士にあの箱を見せてあげてくれたまえ私たちは2人の後に従ってとある部屋に行った ミラーが鍵を開けると部屋の中の小さいテーブルに寸法を測る機械目方を測る機械その他検査に用いるものが一通り揃えてあって例の問題の金塊の箱も見られた騒音大工はその箱の大きさや記号を手帳と見比べながら「まだ開けて見ていないらしいね」というそりゃあそうさ。 とミラーが言った開ける必要はないじゃないかまだ税関の封印がそのままになってるんだもの僕は保険会社から依頼された人としてこの箱の内容物を一応見せていただきたい2人の警官は呆れて目を丸くした実のところ僕もこの言葉にはないない驚いた この箱の内容物を疑うなんてことはありうべからざることだからこいつは手広いお言葉だねとミラーが言ったそんなことを言ったってしかしまあ君がそういうのならご覧に入れることにしようミラーはもどかしそうな顔をしている警部の方に向かいおいパジャ君あげてくれたまえ バジャーは渋い顔をして部屋を出たが間もなくねじ抜き金槌などを持って帰ってきてすこぶる上手に封を切りねじを抜いて蓋を開けたすると内からカンバスの包みが出たもったいらしい手つきでそのカンバスを払いのけると上に置いてある2本のよどんだ黄色い棒が現れたどうですごとく心が行きましたか なんなら中の2本もお目にかけましょうかとパジャーが言ったソーンダイクはすまし込んでじっと2本の棒を見入った2人の警官は尋ねるような目つきでじろじろ彼の顔を眺めたけれどもソーンダイクの顔は船の船首に刻みつけた彫刻のように何の表情もないしばらく見入っていたソーンダイクは やがてポケットの中から折りたたみ式の尺を取り出して、手早く一つの金塊の三つの辺を測って、あの重量器は確かだろうね」と尋ねた。「確かだ。一オンスの間違いもない」とミラーは気厳らしくソン大工に目をくれて。「どうしたというんだね」ソン大工クは返事はしないで。 型寸法を測った金塊を抱え上げて重量機の上に乗せ注意深く目方を測った重量機が示した数字を読んでいる騒音大工に向かってそばからミラーがどうだと尋ねたううどン,ドオンス騒音大工の答え。どうだ、だそれでいいだろうと ミラーが重ねねて尋ねた。騒音大工はひとしきり無感覚な顔をして相手を見ていたがやがて同じような澄まし込んだ声で「鉛だよ」と言った「えっ!?」2人の警官は幾度音に叫んで重量機の方に走り寄りじっと黄色い棒を見つめて「冗談じゃないよく見てください!」 確かに金です。パジャーが激しく叫んだなーにメッキだよソーンダイクが言ったそんなことがあるものかどうしてりなんだミラー刑事が聞く重さでわかるじゃないか72インチの容量を有する棒が29ポンド3オンスだとすれば なまりに違いない。しかしそれでも君たちが特進がいかぬというならちょっとこの棒を切ってご覧に入れようかミラーはパジャーを見ながらねえ君じゃあじゃあ切って見せてもらおうとあえいだソーンダイクは丈夫なナイフを取り出して棒をテーブルの上へ置きその片方にナイフを当て コンコンと上から軽く金づちでたたいたナイフの刃はたやすくやわらかい金属のうちに食い込んで片端がコロリと床の上に落ちた2人の警官と私はすぐそれを拾い上げてみたが傷口が鈍い銀色に光っているのを見てはもう誰一人疑うものもないミラーが言ったおやおや こ一杯食わされたしてみると泥棒のやつはうまうま金塊を持って逃げたと見える妙な目つきでソーンダイクを見ながらそれとも君がほかに金塊のありかを知っているのか知っているよとソーンダイクがうなずいた僕についてロンドンドックまで来るんなら 多分それを君にお渡しすることができると思うミラーは喜びに顔を輝かしたがパジャーの顔は曇っていた彼は鉛の切れ端を床の上へ投げ捨ててにがりきった声でソーンダイクになじったどうしてもっと早く行ってくださらなかったんです僕の方じゃ知らないものだから一生懸命にあの船を追ったのにパジャー君 とソーンダイクが言った。ところがこの鉛もなくてはならぬ品物なんだよこの鉛の棒は本当の金塊が陸揚げせられなかったことを証明しているまた金塊が戦中にあることを証明しているおいパジャー君とミラーが叫んだ博士と議論したって駄目だよ 博士はキリンのように四方八方が一時に見えるのだ。それよりこれからみんなでドックに出かけることにしよう。で私たちは部屋に鍵をして警視庁でチャーリングクロス停車場から汽車に乗ってマークレーンフレンチャーチストリートを経てワッピングに出た。それから私たちはソーンダイクに従ってドックに入りまっすぐにハトバに出た。 ここでソーン大工が税関の役人に何やら一口二口話すと、彼は急いで上役の一人を連れてきた。上役はぞろぞろソーン大工についてきた一同をおかしそうに見回して、あの船があなたのおっしゃった荷物をあげましたよ。今私の部屋に保管してありますがね。なんならこれからお目にかけましょうか。そこで一同は彼に従って、 いくつもの倉庫が長く一列に並んだ後ろにある彼の部屋に入ったテーブルの上には木製の上部層の箱が載っているがそれは金塊の箱にしては少々大きすぎるように思われた机の上には大きい数枚の証明書が開かれている「これが例の箱ですよ」と役人がテーブルの上の箱を指さしたとにかく。 積載証明書とお比べになった方がいいでしょうこれが証明書です長さ6インチ直径8分の3インチの真鍮のねじ釘並びにその先端を止めるナット213個を入れた箱が1つ箱の大きさは長さ16インチ幅13センチ深さ9インチ総重量が119ポンドで賞味が113ポンド アテナンはロンドン東部グレート・アリー・ストリート593番のゼクソン・ウォーカー商会になっていますこれでしょこれですとソーンダイクが答えたじゃあ一つ分けて真中のねじ釘というのを調べてみることにしようとミラーが言ったすると役人はかなり高い位置にいる人にも似ず ややすやすと見る間にくぎを抜いてふたを開けたふたを開けるとカンバスで包んだものが出てきた彼がこのカンバスを取りのけると2人の警官が熱心な面持ちでのぞき込んだがパジャーは急に苦い失望の色を浮かべて「今度は博士が失敗だこりゃ真中のねじくぎばかりじゃありませんか」金のねじ釘だよ。 がち彼はその一つをつまんでパジャーに渡し「君はこんなに重い心中があると思うかい?」「なるほどこりゃバカに重い」こう言ってパジャーは23度手のひらでもてあそんだ後ミラーに渡した証明書にも書いてあるように1つで8音ス半以上の目方があるとは思うが とにかく一度調べてみよう。と言いながらソーンダイクはポケットから小さいはかりを取り出しねじくぎをかけたねえ君8音数3分の2あるだろう。ところがこれが真鍮だったら3音数5分の4しかないはずだこれで見てもこのくぎが金であることがわかるその上君にも気がついただろうが この釘の釘量がポンドで、なくした金塊の総量が113ポンドニオンスだだから理屈から考えても金塊の棒がこの釘に変化したことがわかるニオンスしか失わないで金を溶かし得たのは彼らがよほど上手にやった証拠だ時に宛名の紹介からは誰もまだ受け取りに来ませんですか さっき来ましてね、今外に渡してありますよ呼んできましょうというやがて受け取りに来たという男が部屋に姿を現した物腰のどこやらにセミチックらしい様子のある背の低い貧弱な男でおどおど心配そうな青白い顔をしている彼は箱が開封せられ その周囲をたくさんの役人が何事かあるらしく取り囲んでいるのを見るやいなや不意に風をくって波止場の方にダットのように逃げ出したそりゃあもちろん君が言うように簡単な事件ではあるがね。と2人がナイチンゲール工事にさしかかった時に私がソーンダイクに行った。 しかし僕にはどこから君が糸口を得たかさっぱりわからないのだ全体君はあの盗まれた箱が偽物だということをどうして知ったのだ最初はとソーンダイクが説明しだしたいずれともつかぬ過程にすぎなかった全然投機的だったのだヘルソープ氏が言ったように駅長室の窓から盗んだというのは 実に泥棒としてあまりり下手なやり方だ。確かに方法を誤ったやり方だで僕は一人で考えてみたでは金塊の箱を盗む最も完全な方法は何であるかとさまざまな邪魔に打ち勝つためには窃盗が発見される前にやすやすと商品を運び去る必要があるつまり窃盗が発見される時間が遅ければ遅いほどいい それからまたこんなことも考えてみる必要がある誰かその偽物の箱を盗もうものなら本当の金塊を持って逃げることが一層楽になるなぜというにその第二の泥棒が捕らえられると事件がますます紛糾してくる万一またその男が捕らえられてる場合には第一の本当の泥棒は安全に行方をくらますことができるんだ それはもろん第2の泥棒だって商品を片付けようとする時にそれが偽物であることは発見するに決まっているしかし彼は自分で大罪を犯しているんだどうしてそれが偽物であったことを他人にしゃべろうまあこう考えるのが普通の策略だねそして第2の下手な窃盗はめったにありそうもないことで先々から予知することはできないにしてももしあったら 第一の上手な窃盗を隠すに都合がいいということは一応頭に入れておく必要がある僕らが税関を訪問したのは決して形式的な手順を踏んだわけではないあれによって僕らは確たる出発点を握り得たのだ僕らは誰か自分であの箱を開けて内容物を調べた人に会いたかったのだがあのバイアン氏に会うとすぐ 例のめったにありうべからざる窃盗があったことを知ることができた本当の金塊ははやあの時なくなっていたのだ次に僕は本当の金塊の重さを考えてみた本当の金塊だったら42インチの容量でおよそ7インチと3インチと2インチの辺を持っていなければならぬバイアン氏が測った溶石は 金塊を入れるるのににはあまりに小さすぎるんだ箱の容積としては正しいかもしれないが本当の金塊の箱としては受け取れないもしあれが本当の金塊だったらあの帳簿に記してあった113ポンドは嘘だ20ポンドなければならぬことになる驚くべきことにはマイアン氏はこの不合理に気が付かなかった ここのののくらいいとにに気がつかぬ税関管理は、はそうめったにはないものだ。しかし泥棒はそんな細かい点まで考えただろうかと私が口を入れた彼らは無論自分が犯しつつある冒険に気が付かずにいたのだ大抵の人が誰でも作用考えやすいものだが彼らも金塊の箱はただちょっと調べられるだけで検査が通るものと信じていたのだ 実際、税関の検査のやかましいことを知っている人間は少ないからねしかし余談はさておきとにかくバイアン氏が検査した箱は偽物だったのだ次にでは本当の金塊はどうなったはや盗み去られているかそれともまだ船に積んであるかこれが問題だこの問題を極めるために僕は罪に目録を調べてみた 特にその賞味の重量を書き入れた行を丁寧に調べてみたところが盗まれた金塊と賞味ニオンスしか違わぬものがすぐ見つかったしかもそれが内地に帰る船に積んだ真鍮のねじ釘なんだ誰がアフリカからロンドンに真鍮の釘を送るものか書き入れを一層詳しく調べてみたらまだ不思議なことが目についた 正味ののを釘の数で割ってみたら、小さい1本の釘が半ポンド以上になるじゃないかしてみるとこの釘は金あるいは白金で十中八九まで金だということになるその上総量が盗まれた金塊の総量とニオンスしか違わないのだそのニオンスは溶解する際に失われるべきものだじゃあ君は ベルヘブンに行った時からもうちゃんと箱のありかを知っていたのだねまあその理屈だねけれども盗まれた偽物の箱も取り戻す必要はあったのだなぜというにあの鉛の箱なしには金塊が盗まれたことを証明することができないそれはちょうど死体を探さずんば殺人犯を証明しえないと同じことだ しかし君は第一の本当の窃盗はどうして行われたと思う丈夫な船の倉庫からどうして盗み出したと思うなあに元から船の倉庫にはなかったのだよ窃盗はおそらく船の運転士や機関長が共謀してやったことだろう事務員も加わっていたかもしれぬ。 荷物の全件は運転士が握っているし機関長は家事工場の全権を握りそれに必要な金属の知識を持っていると来ているんだ彼らは金塊が積載されると知るや否やその報告に基づいて報告にあると寸分違がわぬ偽物の箱を用意したものらしいそいつを甲板に隠しておいて金塊が船に届くと同時に 本物と偽物を取り替えたのだそれから偽物は倉庫に納め本物はかねて用意してあるところに隠し込み機関長がその金塊を溶かし鉄のねじ釘を見本にして鋳造しそれに心中のメッキをかけたのだ運転手はいつでも積みに目録に勝手に記入をすることができるのでいい加減な受け取り人をこしらえて のの箱の積載証明書を郵送する。僕はまずこんな手順を踏んだものだと想像するねソ音ンダイクの想像には寸分の間違いもなかった警部のパジャーに追っかけられた例の受け取り人はドックの入り口で難なく捕らえられ直ちに全てを白状したが彼の白状に基づいて 気仙ラバディ号の運転手機関長事務員などが逮捕されて一人一人尋問された時彼らが陳述した窃盗の方法はほとんど騒音大工の言葉通りだったという。